よっしゃ。あ、幹事長よ。回す。あ、四つ、いつもありがとう。ペヤングも、こんばんは。あれ、坊ちゃん来んのかな？ネタじゃねえの？あ、四。ロエンも、ギッタンも。アイさん、今夜ありがとう。伊藤さん、うん、どうもです。あざす、皆さんありがとうございます。今日途中で俺一回仮眠取ったからな、眠くねえんだよな。お、すげえ、今月すごいかもしれない俺。もう現時点で茶爆の俺の乗っかりが77万6千いくらになってる。まだ換金の日じゃないのに。20日までだからな。ハゲマジでしばくぞ。おじさんありがとうまる、決まった。あらーす。今日何日なの？だって大体20日まで何日あんだよ。ちょっとおかわり取ってきていい？いつもみんなありがとうね。うん。いや、違う。もう、氷はいらない。2個あるから、2袋丸々。俺もう投げられんの嫌だから、もう買ってあるから。うん。やめて。足んねえもんがあったらコンビニまでおめ57歩なんだから買いに行きゃいいだけだし。ただいま。あ、ラーメンをな。うん、そうそう。恋をしちゃいましたって歌ったの。わかんねえな、それは。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。でも久々に食った二両飯やっぱうまかったな。俺の中では、うん、結構好きな味だけどな。あとはね、黒門市場の中に、市場っていうか、にすぐ近所に、玉五郎っていうのがあるんだけど、玉五郎の、いや、俺ね、東大阪に住んでた時は、伏せの駅前だろ？
あそこよく行ってたのよ。あっちの方が近かったから。俺、八重野だったから。どっちも味変わんねえじゃねえの？うん。ただ、今日行って思ったのは、チャーシューのバラにすんのか、赤身にすんのか聞かなくなったね。うん。前はどっちにするか聞かれたんだけどね。バラチャーにすんのか、チャーシュー麺頼むときにね。赤身にすんのか。で、もやしの大盛りとネギの大盛りは無料だったんだよ。やっぱあれだね。景気が悪くなってるから、そこら辺はちょっと変わったのかもしんないね。うん。おい、ジミー。いつもありがとう。まあでもスープはうまいな、やっぱり。味似てる。と思う。てか見た目もほとんど変わんないよ。うん。俺今日さ、Facebook と、インスタに画像を上げてるけど、ほとんど一緒だと思うよ。うん。なんなら俺のプロフィールに Facebook の URL 貼ってあるから見てみて。うん。日本勝ったで。ビタタに。何の日本が勝ったの？二宮くんありがとうバーの決まった。あらす。さらにトリプルバーロン、投げすぎバーロン、ナムル、決まった、あざす。あ、サッカーね。うん。なんでコラボじゃないの？え、ちょっと待って。え、俺、コラボ枠取ってるよね、これ。ちょっと待って。うん、コラボ枠取ってるよ。なんでそういうさ、いちいち手間かかるようなことやらせんの？大洗から苫小牧のフェリーの中です。あ、北海道行くんだ。でも、大洗から苫小牧まで行く間、ずーっと電波繋がってんでしょ。どっちかって言ったら沖へあんまり出ないから。ね。いいよね、ネットもできるからね、フェリーの中はね。だから大阪から九州まで行くフェリーもずっと電波入ったまんまだよ。なーい、お前はあげねえから、うん、来なくていい。トモネーが上がろうとしたけどあげません。こういうのはね、言っとかないとね、あげてくんなかったって後でぐずられても嫌だから。うん、あえてあげなかった。うん、自分の枠ではやっときな。こっち来なくていいから。話したくもねえや。なんでじゃねえから。嫌いなんだって言ってんだろ、俺。なんで嫌いだって言われてるとこに来んのかね。俺、あれどこやったっけな。どっかに置いてあるはずなんだよな。ちょいちょいちょちょいちょいちょちょいちょい、あれれ、ちょっと待ってね、俺どっかに置いたんだよな。
ごめんごめん。そんなこと初めて聞いた。あ、もういいです、はい。俺の嘘には来ないでください。俺嫌いなんで、自分の好きな人にね、あんなね、コラボ上がってガチャガチャ言うような女、俺自分の放送にあげたくねえから。Facebook の二両半、いいね押してきました。ロエンさん？うん。あれ、チャーシュー麺。なかなか美味しそうでしょ。いや別にアンチに回んなくてもいいよ、普通にしててくれれば。俺のことなんか気にしないで。気にされるのも嫌だから、関わりたくないだけ。うん、申し訳ない。うまそうでした。うん、うまいよ。俺もでも久しぶりに食ったな。うん、もうあの好きに自分の枠やればいいじゃん。え、何？トモネはそうやってちょこ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 人の枠に絡んでいきたいだけなの？俺は嫌だからね。ごめんね。もう、うなのことはほっといてやれや。なめりかは。いや、だって、ダーリン、ダーリンとかさ、なんかコラボ、人のさ、コラボに上がってて、ダーリンが、ダーリンがとかさ、だったら、ね、そのダーリンと仲良くやったらいいじゃん。なあ。ね、なんかいかにも私は幸せなんですよみたいなさ、そういうアピールのさコラボ上がんない方がいいよ。俺の放送ではね、一言もコメント打ってないやつがコラボ上がっても上がろうとしても上げないからね。お土産って直で送ったら迷惑っすか？ジミー？何のお土産を？あ、無理ポッポ？おうおう。何、どうしたのよ？いやいや、一番大事なのが当たり前だったら、コラボなんか、上がってな、人のマウント取るようなこととか、ね？教習所がいくらだったとかさ、どうのこうのとかさ、そんなことばっか言ってねえで、な。そのダーリンとやらとよろしくやったらいいじゃん。うまくいってねえだろ、どうせ。前の旦那の時みてえに。前の旦那に追ん出されたんだもんな、お前。飛ばしをアイヌの方からなんですけど、嫌いっすかね。飛ばしをアイヌ、あ、鮭飛ばのこと？
や俺はもう関わりたくないもん本当に正直一切申し訳ないけどセブンスターいつもありがとう。あざす。ああやっぱり。ああ鮭とばとかいいね。うん。あれさ、鮭とばとかさ、あれおすまし、すまし汁に入れてもいい出汁出るんだよな。いや、トモ姉はもう大体名前は通ってんでしょ。めんどくせえ女で。ああ。ダーリンおばさんはさっさと帰れ。ああ。大体さ、俺とおばあちゃんがさ、あ、達人、こんばんは。俺とおばあちゃんがさ、仲良くしてるところにさ、首突っ込んでくんなって話だよ。あんた旦那いるんでしょとか。関係ねえじゃん、おめえに。別に隠れてこそこそやってるわけじゃねえんだからよ。あ、ピタタニー。いつもありがとう。寝るのね。おやすみ。何をか家が突っ込んできてんのかな。だって坊ちゃん自分で言ってんじゃん。3歳までは韓国籍だったけど、あ、3歳じゃない、小学校3年までは韓国籍だったけど、小学校3年で日本国籍取得して、今は日本の戸籍持ってるよって。そんな、そういうこと、そこまで言ってんで、なんで、証拠出せとかさ、しまいにはさ、旦那の保険はなんだとかさ、ああ。ああ、ありがとうございます。七味マヨをちょっとチロッとつけて、しゃぶります。はい。ジミー、ありがとう。なんでノリタがありがとうございますって言ってんだよ。そっちには行かねえよ。俺んちだよ。うん。そうそう。あのさ、ホッケの干物にマヨネーズも結構合うんだよ。ていうか、もっと言えば、この時期だから、あれだけど、カツオのたたきにマヨネーズも合うんだって。これは漁師が食べる食べ方ね。うん。塩で食うとか言ってるけど、漁師はマヨネーズで食う。あのね、悪いんだけど、ともね、坊ちゃんの親は、とっくに、ね、日本で商売やってたの。マヨのみ？そう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 。カツオにマヨとかは四国では普通にやってるよ。たたきに。カツオマヨ。